ベイルが神竜のもとに聖騎士の指輪を戻したと。申し訳ございません。宿がついていながらこの体たらくと、青き風空の指輪も失ったと聞く。ことの重大さは分かっているな。はい。ベイルはどうしている？深く眠っておられます。しかし何度竜の衝動を強めても、邪竜の娘たる人格が目覚めることがなく、あるべき自身の姿を否定するなど愚かなことよ。セフィア、これを持て。これは我の力を込めた魔法具だ。お前の術の力を何倍にも引き上げてくれよ。我の力、そしてお前の術をもってして、ベイルを完全なものとするのだ。サンドル様、あれには使い道がある。来たるべき時もつつがなく務めよう。承知いたしました。すべてあなた様の御心のままに。ソンブル様、何のつかぬことをお伺いしますが、ソンブル様の巫女はベイル様お一人でいらっしゃいますわよね？それは今はという意味か？はい。であれば答えはしかりだ。そうですわよね。やはり私の考えは杞憂でした。申し訳ございません。なぜそのようなことを問う？ベイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された竜石が今も砕けていないとか。ほう。ですがソンブル様のお言葉こそまこと。ベイル様は何か勘違いをなさっていたのですが、千年前ソンブル様の巫女たちは皆戦の中で散りましたものね。中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名はセピアよ。はい。我は死した子らの名も顔もいちいち覚えておらん。だがその者には我がとどめを刺した。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はその者のむくろを回収したか？いえ。では先ほどの質問の答えを変えよう。答えはイナだ。もしも開口するようなことがあれば確実に消しておけ。そんな。ではやはりあの者が。船を手配してくれてありがとうございます、アルフレッド。いいんだ、礼なら母上に。イルシオンに向かうならとフィレネでも有数の性能のものを用意してくれた。フィレネ城やオートに変わりはありませんでしたか？ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。
モリオン王とハイヤシンス王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。イルシオンに着いたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。指輪の数で勝っているとはいえ、返り討ちにされては元も子もありません。それから欲しい情報がもう一つ。もう一つ？ベイルが無事かどうか気がかりです。確かにただでは済まなそうだったな。本来の人格を消し去る気かしら。あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの仇です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。確かに同情の余地はあるように感じたよ。危険を冒してまで指輪をこちらに渡したのだから。罠って可能性もあるよ。全部演技なのかも。指輪を渡して信用させた可能性もゼロじゃないよ。一理あるな。今はまだ結論が出せん。それでも私はネイルを信じたいです。失礼します。神竜様、前方にイルシオンの船がこちらに近づいてきます。まさかシクが足止めに？奴らの姿は確認できません。しかし敵意を持っての接近であることは確かかと。この会場でうまく巻くことは難しそうですね。応戦しましょう。みんな戦闘準備を。敵に囲まれているね。神竜様、この船には砲台があるんだ。撃った先には炎が上がる。味方も巻き込む危険はあるけれど、うまく使えば敵の足止めができるかもしれない。ハイヤシンス様がいなくなってからイルシオンは変わってしもうた。兵たちはシクトやらの言いなりで話も聞かん。わしは本当にここで戦うべきなのじゃろうか。仰せのままに。必ず勝つ。はいはい。指示をくれ。わかっているよ。ありがとう。
なたのために。派手にやってるね。もらえるものもらってずらかることにするぜ。覚悟あるわ。お先に。はっ、行きます。眠りなさい。
従うわ。一撃を叩く。勝ちましたよ、姫。すまないな。矜持を胸に。この身を捧げよう。せい。僕が君を守ってみせる。
珍しい動物が。星は巡り、月は輝く。ここで戦い死ぬならばそれもよい。向こうで妻が待っているじゃろう。天使屋様、ご無事でいらっしゃいましたか。あなたはリンデン。おお、覚えていてくださったとは。当たり前よ、おじさまの騎士だったあなたを忘れるわけないじゃない。小さい頃はよく一緒に遊んでくれたわね。今は兵を退いたはずなのに、どうしてここに。戦が激しくなり、かつて騎士であったわしも召集されましたのじゃ。しかしわしはどうにも今のイルシオンが間違っておる気がして。ねえリンデン、
あなたもこちら側に来ない？イルシアンを元に戻すため神竜様と共に戦ってるの。お姉様も一緒よ。アイビー様が生きておられたのですな。わかりました。オルテンシア様のお誘いとあらば喜んで。こう見えて腕は劣っておりません。この魔法で兵たちの目を覚まさせてやりましょう。承知。足元に珍しい虫が。エンブレム、エンゲージ。もっと可愛く、かっこよく。なんで過ちを繰り返すの。耐えられるさ。私の勝利だ。次のお相手は。
なんて望んでないのに。これが行くさ。ほらほら。なんで過ちを繰り返すの。
この愛が罪だというのなら。集中しないと。エンブレムエンゲージ。少し痛いぞ。私の勝利だ。こちらか。あのお方のため、その意志は今も変わらず、戦うのみ。遅いです。
私の勝ちです。気遣いは無用。お先に。報いを受けたか。カイロの指示が叶いませんでした。イルシオン王国が見えてきました。戻ってきたのね。平気ですか、アイビー王女。イルシオンがどうなっていたとしても私たちのやることは変わらないわ。もう少し北上したところに氷に覆われたジーベル港があるの。そこから上陸しましょう。わかりました。王城や大教会からさほど離れていないから今のイルシオンの情報が聞けるかもしれないわ。行き先を伝えてくるわね。紋章師マルス、セリカ、ミカヤ、ロイ、あなたたちを取り戻せないままここに戻ってきました。今度こそきっと迎えに行きますから、それまでどうか待っていてください。イルシオンか。同胞と分かたれた地に戻るというのはこのような心持ちなのだな。残りの皆を奪還さえできればやっと千年に一度の力を与えられますね。それから我々紋章師のみが知るもう一つの力の行使も可能となる。今回は奇跡が起こせるかもしれません。もしみんなで願えばルミエルさんのことだって。俺は反対だ。先のことを考えるのならあれは使うべきじゃない。同感ね。この先も続く未来を思うのなら特定の存在に肩入れすべきじゃないのかも。肩入れ？あの悲劇を回避したいと思うのは当然じゃないか。ですが私たち各地の指輪はそちら側で何があったのかほとんど知らないんです。王城にいた者とそうでない者の認識が違うのは仕方のないことだ。これでは今回も難しそうだな。あれは千年に一度の力と違い一度も発動したことはありませんから。
千年前もその前だって。代償を思えば行使すること自体忌避すべきかもしれないがな。ここにいない者たちはどう思っているのだろうか。